さんどうも、小野美沙子です。今回は何をするかというと、はい、うのちゃんポニーテール3変形。ポニーテールといえば、まあ、女性のヘアスタイルの王道、みんなが好きなスタイルだと思いますが、そんなポニーテールの中でもですね、アレンジをちょっと加えるだけで意外と、見え方が変わってくるよっていう、ことを紹介したいなと思います。本日お世話になります、ヘアメイクのパクちゃんです。こんにちは。どうもよろしくお願いします。はい、パクさんはですね、私のヘアメイク、例えばですね、ドームツアーのあの早替えの、ヘアメイクなんかもやってくれて、1分とか1分ちょっとの中でですね、はい、急にお団子になったり、急にストレートヘアになったり、急にポニーテールになったりみたいなことも、一緒にやっていただいている、スーパーメイクさんでございます。パクさん、よろしくお願いします。はい、それではまずは、1つ目のポニーテールいきたいと思います。はい、今日はなんかこうちょっと高さも変えていこうかなと思って、うんうんうん、まずは一番最初するとハイポニー、うん、結構こうライブの時とか、うん、やったりしてるかなと思うんですけど、なんかストレートで、うんうん、ちょっとこうかっこいい感じのイメージにしようかなと思います。まずもうよくブラッシングして、うん、ストレートなので、うん、本当にこの段階できちんと溶かしていくのは大事。なるほど、ふさふさに揺れるポニーテール、あとストレタイノとかね、うんうん、当ててもらってもいいかなと思います。だいたい分け目が結構こうみんなついてるかなと思うんですけど、うんうん、で見てるかな、分け目、分け目、分け目どうやったら見れるんだ、こう iPhone? iPhone で見せようか。そうそうそう、私の分け目、うん、分け目見せるのちょっと恥ずかしいなんでだろう私の分け目ここだよ恥ずかしいよ。ここを、はい、ハイポニーにするときには、うん、この分け目をなくしたいので、ブラッシングするときにもう後ろになるべくこう持ってっちゃ う。分け目、ハイポニーにするときは分け目をあまり見せない方がいいんだ、うん、ちょっと見せないやつを作っていくので、なんか結構分け目ってくっきり分かれちゃったりするので、この段階でなるべく髪のなんか流れの癖をつけていた方がいいか。なんかね、今なんか馬の気分そうしたら今日はジェルワックスみたいなのを使っていきます。はい、でワックスよりもジェルみたいな方が滑らかだし、うんうん、でこれはすごいすっごく固まるタイプではないんです。ジェルもいろいろあるんだけど、結構緩めなんですけど、もうまずこれを手全体に、これも紹介しますか。これめっちゃいい匂いだしね、このジェルめっちゃ好き私も。ニゼル、ニゼルジェリー、みずみずしい感じのジェルなんですけど、うんうんうん、これで全体をこうもう、根元というより一旦この辺からちょっと中間ぐらいから、中間ぐらいから、そう、頭の後頭部の中間ぐらいに当てて、うんうんうん、で徐々に徐々に、あ、いい匂い、いい香りだよね、こう、うん、全体の表面にちょっとつけてくださいね、うん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 、で、ここ大事、この大事、ポイント、そうそう、ここにもきちんとつける、あ、後頭部、後ろの、このネックの部分から、そう、生え際、うん、ここにつけてあげないと、ここが結構ボサボサってなっちゃったりしてると、うんうん、汚く見えやすい、うんうんうん、そうだね、なのでこういう風によく塗って、手についたジェルをよく髪になじませちゃいます。うんうんうん、はい、そしたら一旦このまま、そう、ちょっと今顎を上げてこういう風にちょっと高いので首を下げてもらって、うん、自分でやるときもこうやってガッて一旦ね後ろ向いて、一回ここでまた溶かす、また溶かす、ジェルがついてるから毛の流れが何もついてないときよりもつきやすくなってくるので。なるほど、ジェルをつけた後にもう一回ブラッシングして流れを整えると。そしたらちょっとずつちょっとずつこうやって上げていく。そう、これ手ぐし。位置を。で、私がやるときは、うん、のちゃんに首をグッと、そう、向いてもらって、
なるべく高い位置にこういうふうに集めていくんですけど、うん、自分でやるときは結構バッて前向いて首を、逆にこういう状態、そうそうそう、こういうふうに持ってこういうふうにやってもらうと、やりやすいね、すごく、はい、高い位置に、そうやりやすい。で今も今もう首を下げてもらうとこの辺まで持っていけるので、だいぶ高い、だいぶ高い、おー、いいね。でここに持ってこれたらもう一回ブラシ、もう一回ブラシ、でも毛の流れをだいたいつけてるから、これはもう整えるぐらいで、あのね、すごく溶かしやすくなる。なるほど。最初の工程で毛流れつけてないと、うん、毛が下に向かおうとしてるものを上に上げなきゃいけないから、なるほどね、結構大変だったりする。ブラッシングが大事なんだね。手ぐしを入れると少しラフになるので、あ、そうだね、そう。でもブラシと組み合わせる、今回は手ぐし手ぐし&ブラシ、手ぐし&ブラシ、面は綺麗、手ぐし&ブラシ、ちょっとこういう風に何度も何度も、だから1回でポニーテールやろうとするとすごいなんかこう大雑把なね、汚い感じになっちゃうけど、ちゃんとジェル使って手ぐし&ブラシで丁寧にやるのが大事。そしてやっぱりこの耳横のところがピッと上がってる方が綺麗なので、ああそうだね、うん、ここがボコボコしてるとちょっとなんかね、うん、顔もあのスッキリ見えるね、このフシュってなってる方が。ここをなるべく上げて、こういう風に持ってくる面で、手のひら全部使って、持ってかれてる。まあ本当になんだろうな、ライブの時とかはもう面をピーってやるんだけど、うん、普段使いだったらちょっとこういうやっぱり手ぐしとブラシのミックスぐらいの方がちょっとカジュアルさも残ってるかな。なるほど、抜け感ね。ちょっとした手ぐしの質感が、はい、それも活かして。そしたら今日はもう輪っかゴムでやっちゃいます。輪っかゴムで、普通のいわゆる輪っかゴム、うん、私の毛量は半端ないからそれぐらいの太めのゴムがいいけど、皆さんの毛量を調節してもらって。そうですね、あの毛の量でちょっとこの太さはあった方がいいです。私はマジであの髪の毛めっちゃ多毛族なんで、でゴム今日はね、ちょっと、ね、2個使うので、最初、まあ、土台をきちんとこういうふうに入れます。ういっ、おだいぶホールド感、半端ない。だからきちんとね、このポニーの部分も一度、あ、なんか動かして、クールなポニーテール3、3 3で、今日はこの高さもうちょっとこう上げたい、はい、あ、もっと上げる？そう、ああ、こう前から見た時の印象もこうポニーテールがちゃんと見えるようなやつね。その時はもう一個ゴムを、あ、これも、もう一個ゴム使うんだ。ゴム使って、少しこの根元に巻いたゴムから、うん、まあ、1センチぐらい、ちょっとその真上でもいいんだけど、うん、重ねるように、うんうんうん、上に重ねるようにしていくと、このね、軸がこう立つので、ここがほら、手先がピッと、ほんとだ、立ちます。立った、見えた、見えてる。あ、ちょっとなんかあの、アリアナ、そうそうそう、アリアナちゃん風ポニーテール、なんかこう、アリアナちゃん風、私なんか歌って踊る気がする。やっぱこれ入れるか入れないかで、この立ち上がりがすごく変わってくるので、まあ好みで、ね、どんぐらい立ち上げたいかで、もう変な話、もう一本なんていうのやってもいいし、この間隔を空けて、で例えばこの間隔を空けてやると結構こういう風にここから立つ、わかるかな、本当だ、あ、ね、本当だ、尻尾がさらに強調された。あ、意外とただのゴム使いでこんなに変わるんだね。でゴムだけの時はこの間をゴムで埋め尽くせばいいし、うん、今日はちょっとこういうシュッシュを使ってるので後で隠しちゃうからいいんだけど、うん、まあ、今日はそんなにもうちょっと低めでいいかな、ね、えー、かわいい、うん、これなんかこうステージ映えもするし、でも普段もなんかこうね、シンプルな格好にこういうポニーテールでアクセントみたいなのかわいいね。この揺れる感じもすごく、高くすればするほどやっぱり揺れもいいので、はいはい。で、やっぱりこの段階でサイドの毛とかをきれいにしていきたいので、さっきのジェルをもう一回、うん、手になじませて、やっぱりこのサイドだよね、サイドね、横からの私、サイドをピッと、左の私も右の私もピッと入れて、あ、でスプレーする人はスプレー
もうこのダブル。ああ、スプレーもね、かけちゃってもいいかな。ホールドしてくれるからね。で、コームとかですね、一度ジェル今つけたところをこういうふうに溶かします。軽く。コームで、コームを奥からギュッて入れちゃうと、うん、あのここに、なんていうんだろう、膨らみが、たまりができちゃうから、表面を撫でるようにね。なるほど。本当に溶かすっていうよりも、ちょっと表面をこう、鳴らす。鳴らす。そうすると、面が綺麗に出てきて、ツヤもすごく綺麗になるので。なるほど。だいぶ綺麗。だいぶ綺麗。だけど、やりすぎてない感じ、うん、そして、うん、今日はシュシュ、シュシュというかリボンかな、うんうん、リボンとかでこのゴムのところも隠しちゃうし、うんうん、この高さがあるのでこのなんかリボンを垂らしたまんまでも可愛いかなと。なるほど、その揺れるポニーのと一緒にリボンも垂らして揺らすみたいな。一周くらいして、このあたりでこの辺までゴム隠しちゃって、ゴムを隠して結んで、結んでリボンの片方を抜いちゃうね。あー、しっかりリボン結びじゃなくて、うもう抜いちゃって、あ、かわいい。そうするとちょうど長さもこんな感じで垂れて、クールだけど可愛さもある女性らしい。ほい、こんな感じで出来上がり。はい、ポニー、はい、ポニーの出来上がりです。じゃあまず一つ目のハイポニー出来上がり。はい、というわけでポニーテール3変化のまず1つ目、ハイポニーテールでした。はい、こんな感じでストレートな時はね、こうやってハイポニーでシュシュを使ったりして、あとはゴムをちょっと簡単にね、うんうん、もう1本使う、2本使いするだけでこういうハイポニーがより、強調されてとってもクールで可愛い、はい、ポニーテールの出来上がりでした。じゃあ次になる2つ目のポニーテールをお楽しみに。というわけでバクさんもありがとうございました。ありがとうございました。続きお願いします。じゃあねー。